皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今回は富士市にあります私立の静岡県富士見高校、こちらを紹介します。富士見高校は普通科の学校です。定員は400名で、今年2024年2月の入試の倍率、こちらは 2.49 倍でした。コースは3つあります。独身コース1類、こちら60名ですね。このコースは国公立大学難関私大とかね、医学部とか、歯科とか薬学部、こういう大学を目指すコースです。独身コース2類、こちら60名、こちらでは勉強と部活を両立させて、難関大学進学、これを目指します。で、3つ目のコース、こちらは総合コースで、定員は280名です。このコースは大学進学から就職ま で幅広い、ね、こういう進路があるコースです。この富士見高校さんは生徒のタイプに応じた指導で個々の力を伸ばしてくれる学校としてよく知られています。またスクールバスも含め JR 富士駅から徒歩7分という交通の便もいい学校です。今回は私立の静岡県富士見高校の紹介をさせていただきました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。